こんにちは、コミーです。今日は久しぶりにこれを編みたいと思います。これいつぐらいでしたっけね。夏の初めだったかな。夏ぐらい始めたこの長方形のグラニー。カルモ。はい。これが5玉か6玉確かあったのかな。で、もう超シンプルな色だけど、まあ途中もしかしてなんか入れたくなったら入れるかもしれないけど、とりあえず編もうみたいな、なんかシンプルなまま編んでみようみたいなので、3玉目とかなのかな。そんなものを、これも急ぐやつじゃないですよね。グラニーは時々こう編むといいよねみたいな、編みかけがあった方がいいよねみたいな、そんなのでやった気がしますね、うん、だからもう超久しぶりあの編みかけがドーンって入っている、なんかこう雑多に入っているボックスじゃないところにちょっとこれ置いてあって、ちょっと忘れてたくらいな感じで、この間ふと目について、ああそれがあったじゃんみたいな。どれぐらい大きくなるんだろうなってちょっと思ったりしてるんですけど、膝掛けとかになるくらい大きくなるのか。で、そう、もっと大きくしたかったら別の糸を足してとか。だけどなんかこれアルパカ、コットンとアルパカっていう配合なんですよ。だからちょっと珍しいですよね、うん、でも棒が2から4でなってるから、もしかするとソックヤーンとかでも平気ってことなのか。前そんなこと言ったのかな。コットンのソックヤーン、それを混ぜてもいいのかなみたいな感じもあるのかなって、なんかいろいろ考えてた気がする。前回編んでる頃なんか途中何段か色のついたものを挟んでもいいなって言った気がする。でね、これがとってもシンプルだから、そういう色も選ばないしね。もしそんな気になったらそうするかもしれないけど、わからない。今別に急いで入れなくてもいいかなみたいな。もしかしてこのカルモだけで編んでもうちょっと大きくしたいなーって時に、外周外側にその段染めとか持ってきてもいいのかもしれないし、うん、だから今決めなくていいよねっていう感じですかね。今ね、編み込みが楽しいということで、棒編みばっかり、まあ、靴下もですけど、棒編みばっかりになっているから、こういう鍵が、いい気分転換になるんだけど、これ4号なんですけど、4号が、夏のウェア、ビューティーシルクコットンで編んでるネイビーの、あれの編みかけと一緒になっているんですよ、4号。で、いや、4号使うならそっち編んだ方がいいんじゃないのって思いきや。そうも思いましたけど、でもこれは本当に気軽に編めるから、とりあえず今日はこれにしようっていう感じで。で、これを編み終わったら、その編みかけのところに、戻したいと思います、この針。それを覚えていればいいから。っていうか、それ編んだ方がいいよねっていう、まだ言ってるけど。ちょっとじゃあ飲み物行きます。
の蓋付きマグカップ。はい、緑茶です。なんか茶色くなっちゃってる。ちょっと渋かった。ブレンド茶がね、もうすぐ終わりそうなんですよ。もうすごいですね、私にすると何にもすごくないけど、まだ毎日入れてて、で今飲んでるのがセブンプレミアムなんですよ。で前回ライフで買ったやつだ。で前回の方が麦が強かったなぁと思って、今回はそんなに麦がこう前面に出てきてない。あ、もちろん麦が一番多いとは思うけど、なんかそれほど主張してない感じがすごく飲みやすいなぁと思って。でもまた違うブレンド茶も飲んでみたいから、次はどこで買おうかなぁと思っているという感じですね。甘いもの、あのスティックのコーヒーとか紅茶オレとか、ああいう甘いのが飲みたい時もあるんだけど、甘いのが飲みたくない時もあって、甘いのがいい時はもうさって決まるんだけど、飲むもの、いや甘くないんだよなーって思いながらだとどうしようかなーってなる。で緑茶はね、買ったんですよ。ティーパックみたいなやつ。だからそういう甘くないやつの場合はお茶とかになりますよね。ブレンド茶ばっかりじゃなーって思いながら、マグカップの時はね、普段はもうブレンド茶しか飲んでない。コーヒーとか以外はブレンド茶しか飲んでないんだけど。カップそうすると本当ブレンド茶ばっかりになっちゃうからそれはちょっとなーって思って、スロークッカー、ここでも動画でも結構喋りましたよね。すごく手抜きに向いているそういうとなんかイメージ悪いけど、もちろん私はそういう意味で使っているんだけど、本当にほっとけるっていうのが手抜きにはもってこいで、あと、まあ買って使ってみて思った、その低温調理したもののこう特徴みたいなのがね、使う食材によって違くて、そんなのはもう買ってみて使ってみて分かりました。もう そこは全然何も期待してなかったんですよ。とにかくそのほっとけるみたいなのと、まあなんて、一番やりたかったのは、その鶏胸肉だったりとか、ちょっとそのサラダチキン的なヘルシーに食べるお肉を勝手に調理していてくれたらすごくいいなとか思って購入したんだけれども、いろいろやってみて、砂肝、例えばね、砂肝はもう今まで食べた食感じゃない砂肝になったんですよ。すごい柔らかくて、まあだからコリコリが好きな人からするとちょっと残念になっちゃうかもしれないんだけど、こんなに違いが出るのかっていうのがよく分かって、私はその柔らかい砂肝いいなと思ったんですけど、あとベーコン、塊のベーコンをちょっと厚めにカットして、ポトフみたいにしてね、キャベツとか玉ねぎとかでコンソメで、白くかに仕込んだらめちゃめちゃ柔らかくなったんですよ、ベーコンが。でウインナーもやってみたんだけど、ウインナーも柔らかい、その皮付きだから外側はパリなんだけど中の柔らかさがもうすごい、なんか小籠包的ちょっとそれは言い過ぎかもしれないけど、中にこうギュッて汁が詰まっているみたいな、そんな感覚になって、
わすごいなみたいに、そのスロークッカーの思っても見なかった凄さを感じているんですけど、お粥もできる、お粥ができるっていうのは書いてあったんですね。あのスロークッカーについているこう取扱説明書のところに本当に少しだけレシピみたいのが載ってるんですけど、そこにお粥っていうのがあったんですよ。で、そう、そりゃそうだなと思ったんだけど、最初の頃はやってなくて、最近その肉とかを煮込んだ汁にそのまま米を入れてやってみたらめちゃめちゃ美味しかったっていう、簡単だしね。で、それちょっとハマり気味で、ほんと一人で食べるから、最初ね1カップやっちゃったらもうすごい多すぎちゃって、こりゃそっかお粥だから多いよなと思って、で半カップでやったんだけど、それでも結構なボリュームで、でお粥はその水分を含むから、量食べたつもりでもそんな食べてなかったりとかするんですよね。まあだからダイエット食にもなるみたいなところはあったりとかして、すごいね楽しめている。その肉も食べるけど、その残った汁がなんかね、肉のエキスが出ているからもったいないなーって思ったりもしてて、まあなんか他に使う場合もあるんだけど、毎回毎回だとなーと思って、そしたらそのおじやみたいな食べ方が、これはいいぞとっていうので今ちょっとハマっているという感じです。だから本当に時々本当に使わない日もあるけど、ほぼ使ってますね、何かしら、うん、それぐらいすごい、もうフル稼働してるから早く壊れるんじゃないかと思ってますね。まあ単純な作りだからそんな簡単には壊れないと思うけど、こんな毎日使う想定で作られてないだろうなとか思ったりしてまあでもそれぐらいすごく使い倒してるという感じです。で、また壊れたらまた買うと思います。同じやつ。あのね、もうちょっとそのランクの上のっていうのかな。あの、本当に一番シンプルな、一番安いやつだと思うんですね。私買ったやつ。で、なんか他の機能がつくともうちょい高くなるみたいな、なんかそういうのもあるんですよ、もちろん。タイマーとか多分ついてるのあったと思うんだけど、もうそういうの全然いらなくて、本当に今使っているシンプルなやつが使いやすいっていう感じなんで、多分壊れたらまた同じの買うと思いますそれぐらいめちゃめちゃ気に入っている、うん、本当シンプルな作りだから手入れも本当に楽で、なんかもう本当にだから全然おすすめしている気はないんですよ。皆さんも買ってっていうつもりでは全然ないんです。ただ私は本当に出会えてよかったスロークッカーとって感じそれぐらいめちゃめちゃ使ってるよっていう話ですね、うん、まだだからとりあえずやってってみたいと思ってたものをこう食材としてねやってみたりしたけど、まだこれはどうなんだろうっていうものとかあると思うんですよね。今ちょっと思いついてないけど、そういうのを試してみるのも楽しみだし、あとは味付け、今本当にね全然考えないから、白だしかめんつゆで、もしくはまあ醤油、酒、みりん、砂糖みたいな感じでこうやるときもあるけど、そうするとちょっとブレますよね。でも白だしもしくはめんつゆだったら、まあ濃さはあるかもしれないけどほぼほぼブレないので、もうそれでちゃちゃってやっちゃうことの方が多いですね。でもそれで本当に安定してるから、で間違いないから、うん、素晴らしいです素晴らしいです。はい。
構久しぶりに編みましたけど、やっぱりこのグラニーっていうのはいいですね。編み物セラピー的な感じがしますよ、うん、ということでまたしばらくこれは忘れられていくのかもしれないですけど、まあそんな見かけの一つで、あえてそういうものを作ったみたいなところがありますんで、これはこれでいいのです。また思いついた時に動画に出てくるかもしれませんけれども、まあ久しぶりでしたが、長方形のグラニーを編みました。本日の手芸は19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。三名学プチ鑑定というのをやっています。説明の動画、申し込みフォームなど概要欄にリンクが貼ってありますので、気になる方はそちらチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。